買ったら何買おうとか、年俸交渉いい素材が集まったとか、サポーターの方が週末一緒に戦いましょう、一緒に勝ってみんなに笑顔になってもらいたいっていう。こんにちは、カード会社クレディセゾンの社員 YouTuber のサイソン和也です。引き続き那須さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマなんですけど、はいはい、お仕事についてお伺いさせてください、はいはい、これ鈴木啓太さんにも同じお話をさせていただいたんですけど、はい、サッカー選手の時にサッカーをお仕事として捉えられてたんですか？そうですね、あの途中からはその仕事っていう感覚がちょっとなくなってきたかもしれないですね。プロ入団当初の方が仕事ということを意識してたかもしれないです。というのも、はい、やっぱ対価を受けるじゃないですか、はい、でお給料って皆さんあると思うんですけど、はい、お給料のことばっかを意識してたのがやっぱプロ入団当初だったんで、なんか仕事っていう感覚がすごくあったのかもしれないですけど、はい、選手である本質に気づいたら、あまりそのなんていうんですか、対価に目が行くより、その思い、人の思いっていうか、自分がどういうものに生かされてるかっていうところにやっぱ気が向いたので、まあ、ベクトルがそっちに行ったので、この人たちを笑顔にするためにどうすればいいかっていうことをずっと考えてたので、だから結果的にそのなんですかね、プロ10年ぐらいでも気づけたら8年ぐらいですかね、8年から10年ぐらいの間にそうやってやっぱ仕事感がちょっと薄れてくるっていうより、みんなを幸せにしたいなっていうところで、あまり対価っていうのは変に気にしなくなったのかもしれないです。あ、じゃあ入団された10年間ぐらいは、はい、もうほぼ対価を気にいや、もうすごい、もうそれこそ勝利球っていうのが出たりするんですけど、勝ったら何買おうとか、もうそれこそいいシーズンで終わったら、来年年俸交渉いい素材が集まったとか、そういうのを今だから言いますけど、まあでもプロ入団当初は本当そういうので、まあ同期の子たちでもそういう給料の話でどんくらい上がったみたいなのだったりとか、よく話した気はしますね。なんか観客を喜ばせたいとかっていう思いに変わったっておっしゃったじゃないですか、はい、それはどういう転換があって変わったんですか？ですね、まあその気づかせてくれるきっかけはあったんですけど、はい、最初マリノスから始まってベルティ、はい、ジュビロって言ったんですけど、でその3チームの時はまあその気づいていただけることもたまにあった中で、そのお声掛けの中で今週末の試合頑張ってくださいっていう声掛けがほとんどだったんですけど、柏レイソルを経て浦和レッズに入団するんですけど、浦和の町の方ってもう本当に熱いんですよ、はい、すごいよくわかります、はい、私試合見に行ってもめちゃくちゃ、はい、で今まではサポーターは応援してくれる人たちだったんですけど、浦和レッズに行ってサポーターの方が週末一緒に戦いましょうってみんな言ってくれるんですよ、気づいていただいたら。だからそうなった時に、あ、一緒に戦ってくれてんだって、初めてっていうか、まあ、本当にこの本質っていうのを気づいたっていう部分で、選手ってやっぱサポーターがいて、裏方の人たちがいて、あとそのスポンサーさんがいてとか、もういろんな形での支援を受けてピッチで11人を代表して表現している、勝つための表現者だけであって、だからそういうのを思ったら、なんかこう自分がずっと自分ベクトルというかで生きてきたんですけど、それからやっぱ周りに生かされてることを知って、やっぱりその一緒に戦ってるんだったら一緒に勝ってやっぱみんなに笑顔になってもらいたいっていう思いに変わったのが、まあその浦和レッズのサポーターの方々が大きなきっかけだったんですけど。じゃあ浦和レッズのサポーターの方がいなければ対価ばっかりもしかしたらもしかしたら追っかけてた、もしかしたら追っかけてたかもしれない、可能性もあるけど、浦和レッズのサポーターの皆様のおかげで那須さんは変われたってことですよね。いや、本当変わるきっかけをいただいたっていう。そう、はい、そう思うとやっぱサポーターの方ってありがたいですよね。いや、もうありがたいですね。先ほど言ったんですけど、はい、まあ、ピッピッピーって勝った後に、はい、笛が鳴った後に勝利球シャーみたいな感じで思ってたのが、はい、その声を聞いてからはホイッスルが鳴った後にスタンド見るようになったんですよ。サポーターの笑顔だったり喜ぶ姿だったり、やっぱりそれが自分の原動力というか、もう本当幸せの一つというか、選手である意味価値は皆さんの笑顔を常に見たいから、だから勝つんだっていう風に考え方が変わったので。素晴らしいですね。じゃあもうビーってなったら、はい、何よりもサポーターさんのことをこう、そうですね、もう全体をこう、あの、はい、まあ、みんながこうハイタッチしたりとか、はい、もちろんそのサポーターだけじゃなくて裏方の人たちもそうですし、はい、監督とかベンチのみんながこう肩を組み合ったりとか、やっぱりそういう光景ってすごく選手である意味を実感させてくれるというか、いう瞬間だったので、そのためにやっぱ勝たないといけないっていう。あ、はい、本当になんか僕も今ジーンときましたね、那須さんのそのお話を聞いて。本当ですか？はい、
那須さんが現役時代は後輩の方もいらっしゃるじゃないですか、はいはい、でも見ててやっぱり対価ばっかり追いかけてる人もいるって感じたこととかもありますか？そうですね、いやもう全然それはありますし、まあ、僕はたまたまそういうのでベクトルが変わっただけであって、はい、別にそれが悪いとか全然思ってなくて、はい、全然やっぱプロなんで、はい、それも一つの価値として、対価というのも価値なので、それを追い求めるのも一つの生き方だと思ってますし、うん、生き方は様々でいいと思うんです。自分ベクトルでこうずっと行くのも一つですし、うん、僕みたいな感じで周りの笑顔を見たいっていうのも一つだと思いますし、だけど本質はどの選手も分かった方がいいと思います。そこは間違いなく言えるのは、選手である意味というか、そこの本質はどの選手も分からないといけないっていう、分からないといけないというか、やっぱそこはなんで成り立ってるというところで、それが分かるとやっぱりその行動だったり言動も変わってきますし、で僕の場合はやっぱそうやって周りに返したいとか、勝利することによってみんな幸せになってもらいたいとか、そう思うことでさらに力をいただいたので、それからの行動とか言動はやっぱ変わってったので、だからまあ本当周りに助けられたっていう意味でも本質を知ってよかったなっていう、はい、すいません、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。お願いします。今回の最速スコア、生き方は自由でも本質を見極める力は必要。